どうもドズルです。はい、ということで今日もクラッシュライルやっていきたいと思います。先ほどねこちらヒールドラフトチャレンジというのが始まりました。今日から3日間かな、新しいカードヒーリングの呪文を、ゲットすることができる、こちらの限定イベントなんですが、金土日と3日間、続いております。で6勝するとアンロックで、12勝するとねなんとレアカードのヒーリングが100枚もらえるらしい、結構ね、お得なイベントになっているんですが、ちょっとね私が実際にプレイしてみたりクラメンの意見を聞いてみるに、一つねこれ勝ち方が分かっちゃいました、なんで今からプレイするよっていう方のために、ちょっとね、皆さんに勝ち方を伝授したいんですが、こんな仮説、ヒールドラフトチャレンジヒールの呪文使わなければ勝てる説これね矛盾してるようなんですけれども、ヒールの呪文マジで弱い。先日ね動画でもちょっと私チラッと喋ったんですけれども、3コストでもう完全なるフリーズの劣化版、フリーズ使えばいいじゃんっていうところで、まあ、ヒールを使っていくんですけれども、範囲攻撃が狭いのと、あとねやっぱ短い3秒間で、まあ、170ぐらいかな毎秒で回復していくんですが、ちょっとね使いどころがシビアすぎて3コストの呪文の性能じゃないなというところで、ドラフトチャレンジでこう選ぶ選択が来た時にはヒールを選ばないっていうのが、鉄則かなと思います。で無理してヒールの呪文取りに行く必要も本当ないかなと思います。ということでやっていきましょう。ちょっとねこれは今クローンの呪文が全く使われていないように、当分の間はヒールの、あ来た、もう即相手に送る。ヒールの呪文はねちょっと本当に使い物にならないんじゃないかなと私は思っております。これどっちかな、ネクロも好きなんですが、ちょっとファルチェかな、ネクロとファルチェが当たった時用に。よし、これでいきましょう。キョスケとかね、キョスケスパーキーとか普段はあんまり、よろしく、普段はあんまり活躍してくれないユニットもこのドラフトチャレンジにおいては結構強かったりするんでね、まあ、守りがどれだけ強いか、守りが強いユニットがドラフトチャレンジはねバランス強いと思います。さあミニペ出して、これどうしようかな、相手いきなりこれだもんな、ちょっと、あーしまった、タワー巻き込めてない、タワー巻き込めてない事件、もったいな、ないとこボムタワーかな、5コスト同士なんで、まあよしとしましょう。 OK、 これね実は私6勝目なんで、これで勝てばヒーリングの呪文アンロックするんで結構大事な一戦なんですよね初手というか一番最初のプレイングひどかったけど、まあ、こっから組み立てていきましょう、まあ、ファルチ後ろからのバルーンかな、おーっと相手はこれジャイネクかな、ジャイネクの形ができそうですね。相手テスラ持ちなんで、うん、テスラ出してきたね、ちょっとびっくりさせてやるか、キョスケ出して右のジャイアントに何もこう追従できないようにして、 OKOKOK、 この展開作られたら相手は右には何も重ねれないんで、おーっとこれヒーリング、やばいやばいやばい、やっぱヒーリングの呪文が弱いと言った手前、ヒーリングに活躍されてるヒーリングに活躍されるわけにはいかないんだ、私には YouTuber としての使命があるんだよし、テスラを攻略したいんだけど、ちょっとバルーン先生でテスラ厳しいな。ヒーリングがねタワーの回復に使えたらまたちょっと面白かったかもしれないんだけど、それは使えないからね。いけないかな、引き込まれる、引き込まれないんじゃない、よし OK、 来た、バルーン入れ、 OK、 ナイス、そしてジャイアントがこっちから来てくれた、ま、相手も多分ねヒーリングワンチャン狙ってるんでしょうね。ジャイアント引きつけて OK、 守りは万全。さあそしてネクロマンサーにはロケットをお見舞いしよう。ここで右手がテスラ破壊してくれることによって OK、 バルーンが通る形ができる、バルーンいけ、いやーいいな、相手のこのギャングがつらいけど、うん
いい勝負、かなりいい勝負。よし、どうだ。お店を展開しながら、ポケットってタワーが500ぐらいかダメージ。うわ、いい勝負だよ。オッケーオッケー、ネクロマンサーやっつけれた。オッケーオッケーオッケー、ファルチが鬼のような働きをしてくれている。さあ相手ヒーリング使っていくが大丈夫。さあバルーン通れ、オッケー、ナイス。このバルーンは絶妙。そして破裂ダメージとロケットでフィニッシュ。ナイスゲーム、ありがとうございました。どうだろうねまあ今の戦いはワンチャン、こうワンチャンっていうか一撃ね、ヒーリングにバシッと私やられてしまったので、まあ、なんとも言えないんですけど、よし、無事アンロックいたしました。10枚いきなりね、ありがとうございます。ちょっとね、使えないかなというのが、まあ、私ドズルの結論でございます。まあ、先週も同じ動画出したんですけど、まあ、今ね、実際にクラメンとかもガーッとこうヒールドラフトチャレンジやってまして、でね、こうヒール使える場面教えてっていうのをリプレイもたくさんもらったんですけど、正直これフリーズでいいよねみたいな、場面がいっぱいあるかなという感じでございます。もしねバランス調整が来て、こうジャイアント、前のジャイアントと後ろのネクロマンサー両方にかけれるね、ようになったりだとか、もしくはこうヒーリング中のユニットはこうどんなダメージを受けてもギリギリ1残るとかね、根性、モンハンでいう根性みたいな、スキルがつくと面白いかもしれない。例えばネクロマンサーにヒーリング状態かけとくと、ライトニング打たれても1残るみたいな、そういう特殊能力がね、もしつけばすごいいい呪文になるかなと個人的には思ったんですけど、現状ちょっとね、微妙なんじゃないかなと思っております。ということで、ヒールドラフトチャレンジ、皆さんもぜひ、遊んでみてください。私もね、ちょっと12勝目指して頑張っていく生放送しようかなと思っているんですけれども、あまりにこのヒールが欲しくない、状況なので、現時点でモチベーション的にどんな感じだろう、まあ、ちょっと明日時間があれば生放送でもしたいなと思っております。ということで、今日の動画面白かったよという方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。